の場合としても必ず自分が電話を受けるときもどこどこの誰々ですよなんていうのっていうのはね、ですね、ついちょっと前に、もしもしって言って電話を受けて苦情になりました。これすごい苦情になったんですよ。業務中にあるドライバーさんが、これあるネットスーパーの現場だったんですけども、お客様から電話かかったんですよ。ドライバーさんに不在かなんかでだったんで確か。それで、お客様のとこ電話したけどお客様電話出なくて、でお客様は着信の履歴が残ってたから何なのかなと思って電話したんですね。でそのドライバーさんがもしもしって言ってたんですよ。そのお客様すごい怒って、もしもしって何なんだよ、あんたが電話して着信を見てかけてるのにもしもしって言い方はねえだろ、すごい怒っちゃったんですよ。そういう方もいらっしゃるので必ず名乗ってください。はい、シーナです。例えばはい、本当にシーナです。必ず名乗ってください。で癖でなんかもしもしって言っちゃうことあるじゃないですか。もしもしは基本的に禁句なんで、結構癖で言っちゃうんで気をつけて、もしもしって出ちゃうとあんたもしもしって怒られちゃうんですよ。お願いいたします。